はい、どうも、鬼丸です。サガの究極、やっていきたいと思います。ギミックは、ワープ。まあ、これクリアしたらな、全部、なんだっけ、12級クリアしたことになるんだけど。長えな。まあ、全員アンチワープ持ちのキャラで行ってます。毒膜倒してるの、先に。ああ、ヘリショットミスった。ワープは怖くない。お、いいね。失神。ハートとか。まあ、ホーミングで。どうしようかな。カムイと天草の山竹。うわー、結構厳しいな。なかなか厳しい戦いになりそうじゃん。うわ、火ダメがきつい。ワープは怖くねえんだけどな。どうしようかな。この上通れるかな。通れた。あとはもうハート回収じゃな。こっちかな。みんなに当たるか。これどうしよう。よし。山竹当ててもあんま意味ねえな。結構厳しいぞ。惜しい。ボスか。なんか倒せる気しねえな。
ザッコ倒すか。これどうしよう。まあ適当に。なんか来た。大丈夫。返した。厳しいね。防御力高いですね。ハートきた。ワープは怖くねえんだよな。山竹狙い。よし、効いてない。これも山高狙い。うお、厳しい。ハート取れるか。取れた。なかなか倒せる気しないね。これはどうしよう。ウォッカとヤマタケ。みんなに当てる。よし、いい感じ。おお、効いてない。よかった。ロイズ。やばいだけど完璧。トロイズ、ナイス。耐えろ。ハート取っとこう。よし、あとはストライクショットで。邪魔じゃな。ヤマタケのストライクショット。ウォッカ頑張れ。もうちょい。よけろ。あ、ダメか。行動不能になった。これ使うか。我が一撃は勝利の証。ダメか。
お、でも金のハート。頑張れ。超頑張れ。もうちょい。うわー、食らったな。もうちょいなんだけどな。おっかき噛む。クリア。はい、というわけで闇サガの究極濃魂スピクリでした。ではでは。